まあ、特に横浜の方は、まあ、昇格してきて、まあ、J1 で戦うシーズンですからね。J1 リーグ第5節、横浜 FC と川崎フロンターレの一戦がスタートしました。家永、これはファールなし、ボディーコンタクトからマイボール、家永、レアンドロ・ダミアン、大島ミドル、こぼれ球拾います、長谷川、脇坂へ、ミドルレンジ打ちに行きます。大島を経由して足元、レアンドロ・ダミアン、ミドルシュート、まだちょっとアプローチをして、大島から谷口、おー、うまいですね、うまくパス交換もします。田中碧、ドリブルで仕掛けて左足、もう一度大島、最初のシュートがちょっと脇腹あたりに当たりまして、人数をかけて攻めていきます。長谷川が中に入ってきました、横パス大島、田中碧、山根、ワイドに家永、柔らかいボール、レアンドロ・ダミアン、こぼれ球、ボレーシュート、脇坂、フロンターレ先制、押し込んでサイドから来ました、サイドからクロス、ヘディングシュートがポあのバーに当たって折り返しを脇坂がシュート、まあ、左からちょうどペナルティーボックスをこう沿いながら右サイドに行って最後はクロスでしたね、脇坂シーズン初ゴールです。もう完璧な崩しでしたね。マネは今松尾のところに行ったんで、はい、そのスペースを手こたつきが狙いかけたというシーンです、はい、カットイン、打ちに行く、左からカットイン、フィニッシュまで行きました。松尾、面白いプレーですね。瀬古から大外を使って星がいる、折り返しですね、セカンドボール、1-2、左足、左で逆サイドまで振って折り返したボールですね、まず1ミリ、一度合わなかったんですけれども、下がってるでしょうね、はい、この松尾の左足シュートを、はい、あー、膝あたりでしたか、まあ、田代がこれしっかり体の向き作って、少し面作っ、右足で面を作ったことが、手塚を使うことになりそうです、ね、サイドを取ります。駆け引きをしながらカットイン、自分、あーと倒れた、PK、足が交錯しました、まあ、この前のプレーですけれども、ちょっと手がかかりましたからね、はい、この一つ、一回キックフェイントみたいなのが入ってるんで、1対2、復帰戦自らのゴールで祝いました小林優、今シーズン初ゴールですね。まあ、この PK のジャッジの前に下平監督は手塚を逆サイドまで家永が流れています、上りだとワンツー、流れてきたボールだ、ミドルシュート、脇坂、抜けてヘッド、こぼれた、ハンドじゃないけど PK、 セカンドボールの処理、手に当たりました。このヘディング高かったですね、車屋で、その後、あー、当たったですね、ちょっとバウンドと体がうまく合わなかったですね、で後ろに行きそうになったんで思わず左の肘ですかね、はい、右サイド決めて1対3、
コースは合ってるんですけれども、シュートも強いですし、低いボールですからね。そうですね。ゴールキーパーは合わせづらい高さですね。島から家永です。裏のスペース小林優が出ます。キックフェイントを入れ替わってきた。ラストパス拾う山根。家永と小林優は合ってますね。この後森田と下田がフロンターレは入ります。小林優すごい。1対4、流れの中からも追加点です。小林優、いやこれは川崎の選手の能力の高さ出ましたね。上り坂東の右足で小林優につけたと思うんですけども、はい、あそこなかなか見れないと思うんですよね。それを小林優が少し下がりながら、まあ、コントロールして、逆に下がったことであのシュートコースが作れたと思うんですよね。はい、に対して森田が行きます。これで高い位置で奪い返して脇坂、家永浮かせてきた。ネコと小林優ハットトリックならず。下田北斗が蹴ります。車屋谷口上がってきました。谷口強烈、最後はセットプレーから締めました。1対5。これはいいボールでしたねストーンの上、谷口がいいタイミングで入ってきましたよね。はい、